メレディスはアメリカ海軍の駆逐艦アレン・エム・サムナー級駆逐艦の一隻。艦名はバーバリ戦争でジョントリップ大尉の命を救った海兵隊軍総ジョナサン・メレディスにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。メレディスは1943年7月26日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1943年12月21日に ウィリアム・ケッパー夫人によって、命名、浸水し、1944年3月14日に、艦長、ジョージ・ニュープファー中佐の指揮下収益した。バミューダでの成長後、メレディスは、戦乱護衛として1944年5月8日に、ロストンを出港し、5月27日に、イングランドのプリーマスに到着した。6月5日から6日にかけてメレディスは、 ノルマンディ上陸作戦に参加する輸送船団の護衛を担当した。6日には、ユタビーツの上陸部隊に対する支援射撃を行った。翌朝早く防御艦として沖合を航行中に嫌いに接触する。爆発により7名が死亡、50名以上が負傷及び行方不明となった。メレディスは大きく損傷し、不要のため、セーヌ湾に栄光され闘病した。 しかしながら9日の朝、敵機の攻撃により裂け目が大きく開き、二つに分断、沈没した。護衛駆逐艦ベーツが生存者163名を救助した。1960年8月5日、メレディスの船体は、フランスのストリート、フランセーズでラシェール・シェイズ社に売却された。船体は1960年9月に引き上げられ、スクラップとして廃棄された。メレディスは、 第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。